はい、サイモックンです。本日はですね、カメラ初心者でも綺麗にねポートレートが撮れるカメラ初心者講座ということでハウツーやっていこうと思います。はい、というわけで今日も始めていこうと思うんですけれども、今日はですね、ゲストにサナちゃんが来ております。よろしくお願いします。自己紹介しますか。初登場です。初登場です。フリーモデルのサナです。はい、よろしくお願いします。沖縄でね、フリーモデルしてますので、ぜひね、沖縄に来た際は依頼してください。お願いします。はい、というわけで今日はですね、ポートレートの初心者向けのハウツー講座やっていきたいんですけれども、はい、やっぱりポートレート始めたばっかりの時ってどう撮っていいんだろうみたいなことがあるんですよ。めっちゃサイレンになってるね。ピーポーピーポー。タイミングが変わっちゃった、はい、そんな感じで今日はこれだけ守ってればそうそう下手な写真にはならないんじゃないかなみたいなポイントを、はい、まあ3つ、調子よかったら4つぐらいやっていけたらなと思います。それではやっていきましょう。はい、というわけで早速1つ目ですね。まずね、ポートレートがうまく見えるポイントというか垢抜けるポイントとしては背景選び結構重要なんですよ。まあ3分割構図とか日の丸とかいろいろ構図あるんですけれども、一番大事なのがですね、背景のね抜け感ですね。こんな感じで奥行きがですね抜けてると綺麗にね撮ることができるので、やってみましょうか。いきます。3、2、1。で、次にですね、今結構いい感じになったと思うんですけれども、背景がね、抜けてない背景でどういう背景かっていうのをやっていこうと思います。ここからですね、サナちゃんを抜くとですね、背景がちょっと柱でね、詰まったような感じになってると思うんですけれども、こうなってくると結構ね、抜け感があんまりない写真になるのでやっていきます。じゃあ、ここです。はい、いかがでしょうか。結構ね、なんだろうな、ちょっとうんって詰まったような写真になってると思うんですけれども、こんな感じで背景選び結構大事なんですよね。ちょっとじゃあ抜け感出して撮ってみます、僕も。はい、ではですね、ちょっとサナちゃんにね、移動してもらって、一歩ね、ちょっとずれてもらいます。こんな感じに移動してもらうとですね、背景が抜けた感じになるので、垢抜けた写真になりやすいかなと思います。じゃあ撮っていきます。こんな感じでですね、結構印象変わるんですよね。なので、まず背景選びっていうのを、例えばですね、僕が送ると、ね、開放的な気持ちいい絵になりやすいんですけれども、このね、意識してもらうといいかなと思います。はい、では次、二つ目なんですけれども、重要なのがですね、高さなんですよね。アングルっていうのが重要になります。まあ、簡単に言うと、ローアングル、で、この、アイポジション、ハイアングルみたいな感じでね、三つあるんですけれども、まあ分かっちゃいるけど、どう見え方が変わってくるんだろうみたいな人もいると思うのでですね、特にカメラ初心者の時にね、アイポジションって言ってそのままの高さで撮りやすいんですけれども、ちょっと視点を変えて見ていきましょうということでやっていきましょうか。じゃあまた先ほどの背景で撮っていきます。じゃあまずはですね、ローアングルからやっていこうかなと思います。じゃあ行きます。ローアングルなので、ちょっと分かりやすく極端にやります。こんな感じね。3、2、1。こんな感じでですね、ローアングルにやるとちょっとですね、迫力のあるというか、まあかっこいい感じになります。じゃあアイポジションいきます。アイポジションっていうのはもうこの目線の高さですね。はい、アイポジションは結構ね、もう見たままに近いので、まあ素直な印象というか親近感があるようになるかなと思います。じゃあ次、ハイポジションですけど、はい、行きます。3、2、1。ハイポジションはですね、やっぱり普段見ない角度なのでですね、真新しい絵になるというか印象的なショットが撮れます。まあデメリットとしてはですね、上からこう煽るように撮るので背景せっかく抜けてるのでですね、地面が背景になるんですよね。こんな感じで、そうそうそう、地面が背景になるので、まあちょっと若干詰まった印象にもなりつつって感じなので、全部地面になるとね、やっぱりちょっと窮屈な写真になるのでっていうところが注意ポイントですね。はい、こんな感じでハイとね、ロードアイポジションやっていきました。いかがでしょうか。これだけで結構ね、写真の印象っていうのがすごい変わるのでですね、ぜひねトライしてみてほしいです。ごめんごめん、ここ、この辺で赤
歯の差し色があるから、もうちょい前、はい、3つ目ですね。体の力の抜け感っていうところでですね、モデルさんもやっぱりですね、そのまま立たせて何も言わずにね、無言で撮ってると、やっぱなんか直立したような、なんかちょっと力が入ったような感じになりやすいので、でポイントとしてはですね、カメラ初心者の人でうまく指示できないなと思ったら、モデルさんにじっくりなんとなく動いてもらってみたいな感じで、そんなメタメタに動いてもらわないでいいので、何かちょっと動作をつけながら撮るっていうのがポイントです。人間ってね、動くと結構力が抜けるのでですね、ちょっとね、モデルさんの力の抜け感というか、安入いな時に撮ったりとかするのに向いてるので、スマホで撮っていこうかなと思います。ちょっと雨が降ってますが、サクッといきます。大粒が、大粒がそこ行こうか。はい、行きまーす。動いてください。うん、こんな感じでですね、動きながら撮ると、動きの動作の間で撮る感じですね。で、この時にですね、注意するポイントがですね、手ぶれなんですけれども、シャッタースピードをですね、だいたい500分の1まではキープしてください。そうじゃないと、モデルさんを動かしているので、被写体ブレとね、手ぶれの影響で、ブレた写真になりやすいです。はい、めっちゃ雨降ってきたんですけれども、さっきねやってもらったちょっとなんか動くみたいなやつあるじゃん、あれってなんでやったかというと、初心者のよくあるあるのミスで被写体がブレてるみたいな、多分納品された写真にあれブレてるなみたいなのあると思うんだけど、あれシャッタースピードが落ちてると、まあブレちゃうんですよ。なので、まあさっきもですけど500分の1はキープしてねとか、絶対にねミスりにくいシャッタースピードにしとくっていうのが一つポイントです。で、暗いとこだと ISO 感度上げてでも、キープした方が絶対にミスらないので、いいかなと思いますね。はい、次は4つ目ですね。光の使い方です。これがね、まあ4つ目にしたんですけれども、一番大事なのでですね、まあ最後にしました。というのもですね、もう写真ってね、光を記録してるようなもんなのでですね、ポートレート、特にね、光の当て方っていうのがめっちゃ大事です。じゃあ、ストロボもないし、初心者だから無理だと思うかもしれないんですけど、こういうね、まあフラットな環境下でも、実はね、目を凝らしてみると、光ってね、微妙に落ちてたりします。その辺をね、やっていこうかなと思います。はい、じゃあ、はじめにですね、まあ、逆光ですね。逆光の状態で撮るとどうなるかっていうの、まあ、想像つくと思うんですけれども、結構ね、被写体が陰ると思います。撮っていきます。はい、いかがだったでしょうか。やっぱりね、逆光だと被写体が陰で潰れるので、まあ、ちょっと最初はやりづらいのかなと思うんですけれども、まあ、反逆光にしてみると、結構ね、垢抜けた写真になりやすいです。ちょっと、この辺に回転してもらいます。はい、この角度ですね、半逆光って言って、ここからね、光が後ろから入ってきてる状態なので、髪の毛のね、ハイライトがエッジが立ってですね、結構ね、いい印象になります。これ撮っていこうと思います。はい、いかがだったでしょうか。結構ね、半逆光っていうのはですね、ポートレートで王道の撮り方なので、ドラマティックになりやすいですし、結構ね、使えるんですよね。特にですね、サナちゃん、ハイライトね、綺麗にカラーがね、出るので、めっちゃいいかなと思います。はい。はい、じゃあ次はね、サイド光って言って、真横から入ってくる光ですね。これ結構ね、メンズとか撮ると、結構ね、サッカー選手とかでよく使われますけど、サイドから光が入ってて、ちょっとね、印象的な感じ。まあ、女性でもですね、かっこいい、力強い女性とかの印象で撮るときとかに、まあ、やったりとかしますけど、結構ね、反対側に強い影が入るのでですね、結構ドラマティックで、まあ、かっこいい感じになります。ちょっとやってみます。
はい、いかがだったでしょうか。サイドコーね、結構かっこいい感じになったかなと思うんですけれども、これもね、結構使える手法ですね。はい、次にですね、斜め45度にポジション取ります。このライトは結構よく使われる方法で、斜め45度から光が入ってくるのでですね、顔の反対側にですね、いい感じで少しだけ陰影が入って、結構ね、やりやすいライティングです。まあ、比較的綺麗に見えるので、まあ、困ったらですね、この45度の光になるようにモデルさんに立ってもらって撮るといいかなと思います。ストロボのライティングでもですね、結構使われる手法なので、オーソドックスなね、ライトですね。はい、これちょっと撮っていこうと思います。はい、いかがだったでしょうか。このね、45度のライト、比較的ね、やりやすいかなと思うので、ぜひ試してみてください。じゃあ次ね、巡光いきます。はい、じゃあラストですね。度巡光ですね。巡光って言って、もう正面から当ててるような感じです。まあ、ストロボで言うと、もう真正面からパーンって打ってる状態になるのでですね。まあ、割と平面的、明るさは担保できるんですけれども、もう見たまま素直に映って平面的で立体感にちょっと欠けた写真になるんですけれども、まあ、逆光よりはね、初心者の時は撮りやすいんですけれども、どうせこれで行くんだったら、最初撮ったですね、45度ぐらいのライトにポジション取ってみて、撮影するのがいいんじゃないかなと思います。はい、撮影終わりました。お疲れ様です。まあ、こんな感じでですね、カメラ初心者が写真が上手くなるポイントをですね、5つかな ?4 つかな、もう数忘れたけどやっていきました。まあね、4つとか5つね、細々シャッタースピードを保ってとかね、入れたんで、実際もうちょっとあったかなと思うんですけれども、ぜひね、今回紹介したテクニック多分守っていくと、まあ相当ね、下手な写真にならないんじゃないかなとは思います。まずね、基本の型を身につけて、まあ応用で崩していくっていうのが大事だと思うので、まずね、そもそも何を守ってどう撮ったらいいんだろうみたいなね、分かんない方はですね、ぜひ参考にしてみてください。あと動画ではね、今回紹介しなかったんですけれども、大前提としてね、ピントですね、ピントが合ってないとやっぱりね、動き写真になるので、今回ね、説明省いたんですけれどもですね、特に動く被写体とかは、どのカメラにもあるんですけど、 AFC っていうね、カメラがね、被写体を追従するモードにしていただいて切るとね、いいんじゃないかなと思います。まあ、カメラによっては AFS のシングルで撮った方が精度がいいカメラとかもあるんですけれども、まあ、このルミックスのカメラがそうなんですけれども、まあ、大体今のカメラ、ソニーとかニコンとか、まあ、どのカメラも被写体が動いてる場合はですね、撮ってくれるんですよ、組み合えるとかがついて、なので、まあ、AFC にしてね、前進する被写体とか動く被写体は撮ってあげるといいかなと思います。止まってる被写体は AFS でも大丈夫です。はい、という感じでですね、今回のポイントをぜひ守ってポートレートを楽しんでください。今回の動画楽しかったようになって思ってくださった方はぜひね、チャンネル登録、グッド登録よろしくお願いします。サンちゃんのですね、SNS もぜひね、概要欄にリンク貼ってますのでフォローしてあげてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。